こんばんは、のぞ添です。よろしくお願いします。あ、了解。組長ちゃうっュゅうて、だから。誰や、いきなり。<laughs> よろしくお願いします。はい。カカオクーズ行きます。あ、売ってます。これ、パーカー売ってんの、今、これ。売っ,売ってない。はい。電話で当てろって、星野さんが言ってます。<laughs> <laughs> はい、さくら、あ、こんばんは、ワリーさん、こんばんは。 はい、としきさん、はい、仲介、えー、の特宴みたいなの長いよ、モテウィさんのほも、黒、え、猫、ー、さんかな、はい、タジックさん、ムーさん、アキヒロさん、ヨンパパさん、あさまささん、あンぱんちゃんさん、竹原さん、エチゼンさん、カカクールさん、あとジンさん、じいさん、ゴクランさん、はい、あまさん、チョコさん、黒猫、1 0 0人もいてくれてありがとうございます、これ、千人挨拶さつとえらいことるなんだ、組長お疲れ様です。誰がや、ほんまに。<laughs> はい、え、普通人生普通ってあかんがな。<laughs> お疲れ様です。あー、真ャミンさんいらっしゃい。マッチャーさん,こん,ん,さんこんばんは。あ、ぶさクさんこんばんは。あ、お疲れ様です。ニュローさん。マダカフューチャーのこんばんは。クレスさん。えー、特急花火師さん。はい、こんばんは。ちょっと待って、これ。しんちゃん0821さん。はい、こんばんは。俺がエヴァンゲリオンだった。そうな。<laughs> それすごいよ。 ははい、はい村長ではないで俺、<laughs> あの人ではないから、<laughs> はいまあまあ、こんなまでいきましょうか、とりあえずドリームから見ましょう、せっかくなんでね、落合の気合のスタート、0ロ1早いって思ったんですよ、僕、<laughs> これね、やっぱっね、ちょっと渡辺さんが昨日から激変するぐらい良くなってたんで、逆に日高さんがこれ、伸びがちょっと目立たなくない、ちょっと出足に振ったかな、昨日のほうが目立ってましたね、圧倒的に。 ただこれ渡辺さんが来てくれたことによって落合さんはまあ余裕を持って、でも自身がスタートいかないとまずまくられる感じはあったんですけど、なんといっても、水分の順位で月は、これ、べた水面になるんですよね、試運転出ない、爽回転も速く出る、鏡のような水面なので、スタートさえよっぽどこと踏まなければ、先前は絶対するだろうと思ってました、失敗したら刺されるかな、失敗しなかったですね、もう一コロナに関して完璧なターン、本人もあの乗りやすさだけはあるって言ってたんで、 うんまあ、その部分でこうしっかり押し切ったんじゃなかろうかなとは思いますけどね、はい、あとは日高さんが冷静に立ち回って3着をキープですね、これも前を抜くというよりもまあまああ着を落とさないこのままの状態で走るという感じですかねうん一つあるとすれば宇野さんはピットら出てコース取ってほしかったなっていうのはちょっとありますけどね4コースやったらこれまた1、2、3ではなかったかもわからないですね。ああこんばんばは <laughs> そうなあ十10万買ったんよかったやん1.10万が勝負勝ちまあ六61倍かやったねうんまあでもこれ本当落ち合い気合のスタートですよ何よりもあれがスタート05ぐらいやったら多分下手すりゃこれまくられてるかわからないぐらい足がちょっと違ったんでねうんそうはいそんな感じですよ見られてないね見,見られてない見られてないこういうもんや <laughs> こういういもんそこは立ってるからからなもう、うでもいいよ俺 <laughs> まあこれね、やっぱり落合さんはほら、最後までね、堀之内さんと設定もう言えたら、そんな額大差ない額で、まあ、毎年、女子に関してはこうなんですけど、そこでまあ13番目になって、シリーズじゃないけど、こっちのほうのね、ドリームの1号手になったそれはスタートはやっぱ行く気にはなりますよね、選手としては。うん でもまあまあ良かった残って良かった何よりも切らなくてはいそれが一番ですだと思いませんあっぱれ01をねあっナメニコさんありがとうございます見てくれたのかな向こうでありがとうございます惜しかったねナ々さんとかもね惜しかった惜しいです何個もあったけどねうん <laughs> あーありがとうございます なおかん頑張った、これ頑張ったと思いますよ、本当頑張ったと思います、気合いですよね、ペラの一部じゃない、<laughs> これ、これペラの一部じゃないよ、<laughs> 31日だけは、あ当たったんやね、ぜひぜひ声かけてください、あの、僕ね、あの、これ、終率、01ってフライング来たと思います、はい、もう残っとってくれと思ってたはずです、おちちゃえばこれ、持ち歩いてるんで、声かけてくれたら、はい、もういつでもお渡し,します、これ、これね、持ってます、僕、はい。 持ち歩いててますかから声かけてくださいよなりやすいじゃなくて、テレビ朝日、ほぼほぼ、みんの12レースはもう、べになります、はい。なります、なります。失敗さえしなければ、あ、まあいう形で回れますけどね、あそこでちょっとよく書いちゃうと、また失敗することがありますね。頑張りましたね、地元の維持ですね、13番目になったっていう、うん、ここは勝っておかないとっていうね、まあ、ここで勝たないと、あともちょっと、そこまでね、癒ししてないんで、不安要素はありますよね。 そうそう、渡辺さんも,もう1コーナー刺さらなかった時点で2コーナーまで一応勝負しますけど2コーナーもお茶さんがしっかり回ったんでもう6停止ぐらい離れちゃったんであそこから抜くことはボート,ボートレースは無理です。いくら足が違うと言っても相手が失敗しない限りははいあ恵美子さん明日は,はい、僕見かけたぜひ声かけてください。逃げるかも分からないですけどね <laughs> すいません、その時は申し訳ない28と30、なめねこさんあ待ってます、待ってます。 僕はとはと終日、立山さん、これ全部入ってんねんね。くーすごいね、<laughs> まあ俺もやけど。01、ゼロこれ、呼び出してもらいます。はい、あの落合選手協議本部へという放送が入って、渡辺さんも呼ばれます。05以内は全選手呼ばれます。で、一応注意、まあ、写真確認して、これ見て分かってるかみたいな話で、はい、フライングを切るまでは優しいです。フライングを切ると怒られます。ははい、いそれは仕方ないねやっぱりあの 買ったファンの人が投票ししていいいいたただお金を返還ななくちゃいけないファンの方にとってはまあまあ帰ってくるんですけどそこは作業がかかるんでね迷惑かけ,かけてますけどね施工者の方とか関係者にそこは怒られますねホールっていうのはね僕たちは乗ってた側なんでこうスピード感の乗りっていうのが分かってるんですよわーっといって普通ならこうなりかけたところでピタッと止まるんですよねこ,こうコンと止まっちゃうんですよすぐ分かりますだからあの 1>, 1人を見てると分からないですよ、ファンの人も。前提を見てたらなんとなく分かります。例えば4、ぼーっと上から見てて、6杯見ながら、4コースが、あこの感じだったら、スタート展示と一緒やから、まくれるなと思った瞬間、ピタッと止まっちゃうんですよね。それは、パッと止まって、ちょっと下がり出すんですよ。その瞬間です。夜は墨のるらしい、そうやね。えあカカオクールさん、声かけてよ。うん、あげます、あげます。 清野さんの足は悪くないと思いいます悪くないですけど前ほどその優勝した時の足はないですよただ全然戦える足はあると思います天野、えー、さんの優勝戦は注意でもあ,るあります呼び出されますはいこ逃げては帰れません待機行動違反もそうです放送かかって呼び出し食らいます何ゆうへいさん隅の夜323コースのまっくりさしさしよりまっくりで雨と全然違うああこれはね その時の時メンバーによりますね、はい、うん、いやまさみさん、これは仕方ないですよね、やっぱり05以内っていうのはもう人間の感覚ではほぼほぼわからないです、速い、遅い、やばい、これ、際やなっていうのはわかりますけど、それが01なのか、02なのか、03なのか、04なのかっていうのは、もう、04はまあまあ、あると二02、03、01っていうのはわからないです、もうフライングと一緒なんですよ、それが風が0だったとして、1メーター札はそれフライングです。 2m で確実にフライングですだそれぐらいの誤差なんでもう人間の領域ではないんで分かるだから呼び出されたら仕方ないと僕は思いますけどねうんはいはいお疲れ様ですなんですか人生普通協定専用アカウントってすごい名前だよなといつも思うんだけど、はい、はいはいはいのえさんボートが出すといつもおっしゃ、はい、いますよ ボートは乗れて次第で激減することはないんですかいいボートはどんな選手乗ってもいいも,のいいもんです、これは。はい。あの成績で見たらだめですよ。もう成績で見ちゃうからそうでないと思っちゃうんですよ。ただ、そのエンジンが、このエンジンはこんな動きしてないのに、あれ、今節出てるな、そういう感じです。だから競ったら何かしたけど、今節あの人はいいなって、それはボートのせいなんですよ。その成績、だから成績で見ると、ぶれちゃうんですよ、なんでも。だから、それはエンジンも一緒だと思いますよ、ボートも。はい。 あの結果出てても一着取れる競技ではないんでそこですよね、はい、倉本さんはだから昨日の段階から僕いいって言ってましたよね今日もいいって言ってましたよ <laughs> ジやかましいやほんま <laughs> 何が反射やほんま高 <laughs> ああ全然全然ああお疲れさん玉本さん残念ね今日、えー、帝王さんはいで12ですも成田12ですも同様にベタ睡眠そうベタ睡眠です 基本12でさ、ベタだと思ってください、セミナーは。あの風がよっぽど吹かない限りは。はい。1、リメートルやったら、もうペラっと水面はもう鏡のようになります。うん、紙の領域。だから、本人は多分フライングと思ってたはずです。時計の下では。ああやってもうた、頼むから判定中つかんとってくれって、判定中がつかないっていうことはもう入ってる証拠なんで、まあ、怪しかったら、判定中ってまずパチンと向こうに対岸のオーロラビジョン出るんで、その段階で0、0かフライングです。 ほぼほぼだから着いたら残っててあ無理かなみたいな感じですねシューパパさんノズルさんああいうお疲れ様ですえなに ?NS28 日マーク2に来てくださいマーク 2, 2> え二28日 ?3132 あ無理っぽいな俺後半メインですもんね <laughs>、はい。あそうキックはだから異常ですあの人は異常です はい、あの滝川さん、なんかゴミ巻いたそうですって僕は聞きました、はい、ゴミ巻くこともたまにあるんですよねはるひこ大山さん、大山 <laughs> チェン日タイムでどの部分も僕は僕は1周タイムだと思ってます、はい、直線とかうんぬんよりもね あ真央さん、そうですね、やっぱり年末最後の31日までやるレースなんで盛り上がるのは必然。毎年ね、あの31日のレースは結構盛り上がるんですけど、今年はもう最終日、準終日とか余計に盛り上がるんじゃないでしょうかね。と僕は思ってますけどね。うんあの、何やろ、ワイヤーやったと思いますけどね、これターンマーク固定してるのは。多分ですよ、はっきり知らないです。えー、黒猫さん はいはい僕はあの明日からアクアライブ手術入らせてもらいますよ立山先輩とはい明日は僕メインになるのかなどうねあ立山さんメイン立山さんメインかなはい明日は立山さんメインでありますよで01いって次のリスが影響出ますかってこれはもう出ないとも言えないし出るとも言えないですねうん何とも言えないです気にはしますけど気にはし,し,してないしてないっちゃしてないしてるっちゃしてる 何か微妙なところですね、はい。気持ちなんで、わ、これはちょっと難しいね。あゆみこさん、スミずさん、いいと思いますね。はい。あこ,これ、うん、この人もいいと思うよ。小橋さんかな。小橋さんか。いいと思います。はい。あそうそう、これ人生アカウントさん、これね、本当着順とかそういうとか、ああいうのとか、あんま気にしない方がいいですよ。エンジン、ボートとか。 全部が全部勝てるもんではないんでね。ボートに、ああ、浜峰さん、ボートにセンサーついてませんね。はい。ほんとね、みんなが思ってるより、むちゃめちゃ単純な構造ですから。こんなんでやってんの言うても、もう、明治かって言いますよ、たぶん、ほんまに。<laughs> もう今なんや、令和やで、言うて、ほんま。そうそうそう。ね。ありますね。まあ、ちょっとほんなら、明日の、今日何でですか、見たいのある 僕が思ったのはね、誰やったっけなあ。あ、はい、どうぞ。プレゼントああ、あれね、ボードのやつね。あの、毎日、あの、プレゼント、ボード。今日は誰でしたっけ。ええー、香川と子さん、中村と子さん。この2名。えーと、いつも通りですね、あの、すみれ公式アカウントのツイッターの公式トークから。 引用リツイなんでやねん <laughs> 何やこれ <laughs> タカマックスこれ星の書いたなさては <laughs> そで <laughs> だそうですあ見ましたこれですよこれタカマックスこれをごめんあのコメントの書いていただいて引用リツイートで応募完了ですはいでこれは、まあ、今回当たった方はあの明日以降、あのー、応募されても当選することはございませんであの DM のね で連絡しますんでねあのー、鍵垢とかその拒否設定されてる方と置いていただかないとこちらからの案内が届かないんであのせっかくあたったともらえないということがね前回もあったんでそういうことないようにね注意していただければなと思いますはいまあ当選1回のみです選手の希望は受け付けておりませんあのこの2名です今日に限ってはねはい昨日のはもう当選された方決まってると僕は思ってますけどねあ送ったそうです届きましたか 返事が来てないと早急に返事いただけるようにはもう、はいないと僕は持って帰りますはいいらないですけど <laughs> ねはいそんな感じですねえびっくりマークまでですかえびっくりマークいらないですよはい普通に <laughs> あのお方がいらんこと書くからややこしいなほんまにはいはいはいえー、っとねボートの人物これ全城ですはい近年特にそれが注目されてますよ 今日のレースは出水表ないですかもう全然もう向こう置いてきたってあごめんなさいじゃあちょっと注目僕はちょっと気に留まったレースをうんあのー、7レースにいきましょう来てないアンパンちゃん外れたねそれ これね、水野さんもこ,れ、まあ、このシリーズの中ではいいエンジンの一つなんですよ、松井くんが出てて、昨日うは本当にピリッとしてなかったんです、賞味な話、でも今日スタテンからも、あこれもう激変してるなと思ったんですけど、これ三浦さん、失敗はしてるんですけど、もう2コースから余裕を持って刺してますよね、でこれ、握った瞬間、刺し漏れてるんですよ、これ、本当は本来は刺さらないです、この角度やったら。でも、ここ回ってから、こ,こ出られるんですけど、引っかかるんですよね、ここからまたススススっと追いついて。 うん、そうそうもうこれ本来は刺さりませんこれはで三浦さんがここはもう安パイに回しに行ってさなむるさんが外前でしっかりサイドかけてここから前に進みますよね流れることなくこのエンジン本来の足にはなってますねはいあとは外を警戒しなうちも見ながらしっかり 1位置を抱き込むように回って3にまくられないようにうんいいと思いますね出足環境はしっかりしていると思いますえっやさん当たったおめでとうございますはいおめでとうございますどちらが届くのかはお楽しみにしていてくださいねはいあとはねあの八です清水さんこれも出てますねうん清水さんも出てます 前半レースも向こうで言ってたんですけど出てるなーって一言言って後半レースもこれスタートしちょっとアジャストしましたけどねこれここからまたちょっと追いついていってこれハマりそうなんですけどハマらないんですよねここから前にグッと進んでいってここの足がいいよね回ったセカンドぐらいの、まあ、滝川さんが失敗してるっちゃ失敗してるんですけどねにしても出てます 富川さんが打ち脅かしに行くんですけどしっかりターンマークこうしっかりサイドかかってこれも言い,いターンですよ2コーナーにしてはうんもうこれはこれで大丈夫ですねあと9レースの中田さんこれ全部2号艇なんですけどこれはもう朝からもう激変しました後半はうわーっていうぐらい良よかったですだ僕はあの配信の方でもこれご利用してたんですけど これすもう様子見ながらトップスタートですよね。で、これ、スーッと右に一旦開平、位置がもう回してくださいとハンドル切ったんです、これ見て、懐取って、これもね、失敗してるんですよ、これ。行き過ぎてるんですよ。でも、こっから変えてくるんですよね。コーンと向いて、これも跳ねてるでしょ。これでも届いちゃうんで、これ、賞味出てますよ。ここ、よく出しますね、墨の絵は。 で2コーナーもしっかりターンマークこの向きがいいで私た瞬間もうちょっともう一回戻してもらえる2コーナーまあそこがいいこの中田さんはもうちょっともうちょっとはいここレバた瞬間見とってくださいねここでキュッと打ち向くからここでキュッてほらこれこれなんですよあの向きがいいんですよしかもこの締めの2コーナーであれがなるっていうのはもう相当ペラ合ってますよ まあなかなかないああいうのはあと角さんが粘りで走ったんですけどいいねこれはいいだ正直一番今シーズンの中で今合ってるなと思うのが中田さんです僕はい足的な部分でいうともうちょっと上をいますけどねもうバッチバチにこれペラ合ってます 展示見てちょっとびっくりしましたはいあとはね高畑さんもまあまあ昨日よりは良くなってましたねなんとかうん戦えるいけ足にはしてました渡辺さんですあとね12のもうこれが良くなってるそれぐらいかな昨日から劇的に良くなってるの逆に石岡さんとか目立たなくなりましたねうんと前田さんもそうしっかり うん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 そうかなそれぐらいかなエンジン的にこう初日を終えて全権からガラッと変わった人は山下さんもあるないねんけどねなんかねいつも住みの人なんですよあエンジン行けるなんかちょっとなんか違うんですよ山下さんはどうなんでしょうねえ先日ツイッターにて落っこしてる場 くのにえなんてブルが入ると起こしてブルが入るのと鳴くのは違いますよブルが入るっていうのはキャブレターの底に湿度が高い時に燃料,が燃料と、ね、空気が混ざったやつ水みたいなのが溜まっちゃうんですよちょうど効かされないそれが握り込みの時の後ろに吹き抜けた時にブルブルブルっていうんですよこれと鳴くのは違います泣くのはプロペラがガンとなってた瞬間に 言ったら前も言ったんですけど、車の軽自動車は思い切りいきなりアクセル踏んだ時にうなるでしょ、エンジンが。あると一緒です。排気量の高いモーターでパワーのあるモーターだったら踏んだ瞬間、ゴーンって行くじゃないですか。それが軽自動車が踏んだらうわーンっとなるでしょう。あれが鳴くです。あれはプロペラです。ブルは、キャブレーターの中の燃料が溜まっているやつがちゃんと吹き抜けなかった時になるんですよ。ブルーって,って。これがまた全然ニュアンスが違いますよ。はい。分かります大丈夫ですか 1> 第1、第3、これね、周回で、そうそう、一番は船の向き、これ間違いない、船の向き、ここは特に隅、隅は特にです、このか、カンっていう向きとここからサイドかかって、まあ、ターマークもあるじゃないですか、ターマークもる、ね、ここはね、もう先週って何もできないんで、もう、惰性です、波があったら跳ねるし、は波があるならけ先週結構戻すんで、ちゃんと向いてればハンドル戻せるんですよ、戻したら、こう跳ねないんですよね、こう、ぴゅってこう、きれいに回れるんですよ。向いてない状態だったら、ハンドル戻せないんで、 戻せないからバーンと余れちゃうんですよねしっかりまずここのコンと向いてこっちにギュッと進んでいくここはもう惰性なんで惰性で回った後ターマッ過ぎた時にこっからはこっからやっとペラがちゃんと掴んで効率よかったら勝手にボートでこう浮いてくるんで,でそれをまだ引っ張り上げると馬場君みたいなのこう,うわーっと浮いてくるんですよでもこれは全てがいいわけではなくてこれも一丁一短の部分があってこれ見栄えはいいですけど危ないっていうのと下手な、まあ、下手すると一発はこけてしまうっていうのもあるし。 ちょんとボタン当てられたら、もうポテンと、もう秒でこっけます、あれはいろんな意味で、まあ、モロハの通気的な部分があるんであ、そこでしっかりちょっとだけ浮かして、ピューと前に進んでいく。そこがまた違うんですよね。だからまずここです。選手は絶対ここです。はい。んシルフィーさん、これペラが合うと展開してくればっていう、これはエンジンのポテンシャルがあるんで、まずペラを合わすこと。そこから、 そのペラがまず乗り、自分がボートを、えー、釣れるようになるか否かっていう調整をまず選手はします、で来ました、でも、それは簡単、簡単ではないけど、それはやろうと思います、できますから、でも、ただ、それをすると、ピット離れがまずこ遅れるとか、息足がおし恐ろしいぐらい重たいとか、平塀が出るんで、そこを回転上げながら乗り心地をつけるという,こう作業になるんですよ、そこが難しいんですよ。はい、か乗りやすくすくるのは 言うたら簡単ですよ。もうそれは言うたらマニュアルがあるんで、ゴンゴンゴンとなると乗りやすくなるんですけど、それしちゃうと、ピットのイが出ない、おこしが来ない、だからそれをお越しがしっかり来て、ピットのイも絶対ずらない、なんならピットのイが出るような感じで、なおかつ乗り心地が来るっていう調整をしなくちゃいけないんで、バランス取るのが難しいんですよね。はい。ぶる中の思い出したら、そうやね。はいはい 隅の道マーク狭い、はい、はいはいはい1コーナーで,でもね現役時は狭いと思ったことないですよここで狭いですよ何個もあります戸田鳴あると江戸川えっ、ー、とまだありますね玉川もここで狭いですね平和島も狭いですはいナメネコさん一応ですの大竹のようにマークこれハンドルが入ってないっていうのと戻しハンドルだけで出ない戻してこれね、うん もうこれなるなって思ってました、もう握った瞬間に。スロー、スロー。この段階でね、本当は1号っていうのが4号というより圧倒的に角度が向いてなくちゃだめなんですよ。これ平行でしょ、1と4が。で、このスピードで、この角度で外から入ったら、これ曲がれないんですもっとボートが向いてなくちゃいけないんです。でも、これで無理やり、もう4があまりちょっと必要以上握ってきたんで、回るとするじゃないか。やっとここで向き出すでしょ、レバー当てて。でも、ここでね、ちょっと今、ハンドル戻したの分かります これ以上戻せないんですよ、なぜか,かというと、流れるから、一号艇は。もっとボートが向いてなくちゃいけないんですよ。これと比較して、倉持さん見てください。向きが全然違うでしょ。角度と。本来はここでレバー緩めなきゃなんですよ、一番は。パッとレバー緩めて、ハンドル戻してあげたらならないんですよ、あれ。でもねこ、分かるんです。怖いからね、しがみついちゃうんですよ、これ。握ったら離せないんですよ。これ、本当はもうちょっとハンドル戻したらならないんですここでも跳ねるでしょ。 もうこの瞬間の終わりです。これね、炭ってこうやって突然なるんですよ。予兆なしに。これまたここでこらえてるからいいですけど、これ本当ならこけてますよ。ここでハンドル戻したんで、これ垂れたんですよ。あれ入ったままやったら、そのまま立ってたら、一発でひっくり返ってます。一発に、全然ハンドル垂れてないもんね。で、ここで戻す。でもこれ、ここで戻さなだめなんですよ。これ もうターマーク過ぎる瞬間に、はい、もう無理やり回ろうとしてるんでねああなるんですよねわかりますかね、はい、うんまあ 2, も2マークね制するものが勝つそうやねはい七七さんはいはいあお疲れ様でした <laughs> 頑張ってください <laughs> わざとわざコメントありがとうございますはいよろしくお願いします 今日は9時半ぐらいからやとそんなんしとったら俺何時間ここで待たなあかんのもう住みのうに住んでるわけないんやでほんまにあのいやいやこれねかがくるさん僕がただいたから乗りやすいっていうわけじゃなくてやっぱ自分に合った乗り方レバーの握り方っていうのがあるんで人それぞれ違うんですよねだから僕が完全に仕上がったと思ってまるっきりボー一緒のボートとエンジン引いて次の仕に乗ってもこれ乗れなかったりするんですよもうここが違うんだよ扱いが 出ててるけど乗れないんですよなんてよく聞きました僕の場合だから後輩僕の弟子とかにはその弟子たちのレバー操作体重移動上帝姿勢ハンドルの切り方というのは僕全部頭入ってたんで見てそれに合うようにペラ調整教えてましただから岡村は岡村義塚義塚,塚,塚信孝信孝の回転機も若干100回転以内で違うんでそれもあこれやったら岡村は合うなこれやったら義塚に合うなこれやったら信孝に合うなっていうのを全部僕は探していって。 僕は形を大体見定めておののに違う形を教えてましたベースはこれやけど岡村はちょっとこうしなさいよ輸スがこうしなさいよ信宗がこうしなさいよっていうのを、まあ、その人のハンドル操作レバー操作体重移動とか見て教えてましたはいこれ全員一緒ではないんでね僕の丸々の形を「はい岡村乗れ」って言っても、まあ、違うんでねこれはい誰が野ずえやちゃうちうにはいはい シク、ね、さん選手コメントの伸びが売り切れるとあいうのは基本的にですよペラがあのこう、えーとね、エンジンが例えば今のエンジンだと7200超えると頭打ちしちゃうんですよ、そこから上がらないんですよ、もうペラで回転をガンガン上げようとしても7200いった瞬間にこ今度あた、200を迎えて本当はそこからまた曲線が上がっていかなくちゃいけないのにスリッと超えた辺りがうーんと6900台も落ち込むんですよね。 これが頭打ち。だから滑ってる、ロスしてるんですよ。でもこれって今のエンジンで分かりにくいんです。音が変わらないんで、なんか知らんけどこう伸びが下がるなとか、音は一緒やのに、結果これペアを止めていくと回転が上がったりするんですよね。7250ぐらい。それがまずロスですよね。頭打ちしてるっていうのは。ケツ振るっていうのは、ここはないです。ほぼ。隅の枝は経験がないですけど、戸ダとか、もう今までもあんま少ないよね。 頭、こわー直線に行って,て一番回転、スタートするライン通過する手前ぐらいで、ケツがもぞ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 、ほんま、なんかでこう後ろ振られてみたいなんですよ、こうやって。ほんならぐずーっと下がるんですよね。これも基本的には回転が上がりすぎか、極端に回転が足らないかなんですよね。基本的にはそういう時は、もう一回エンジンの回転をガーンと上げちゃうんですよ。ほんで、収まったら回転が足らない。それをガッコーンと下げて、収まったら回転が回りすぎ、それもエンジンによります。 その個々のエンジンの回転比によります。これが A さんがなかったから B さんが絶対になるわけでもなく、例えば僕,は僕が A としましょう。で、7100でなる。で、この人は6900になるっていう時もあります。で、この人が回転を上げたら収まるんかったらそうではなくて、もっと止めなあかんとか。だか一概には言えませんね。はい、はい、はい、183の皆さん、この前植木さんへのコメントを読んでくれた、ああ、いいえ、とんでもないです。はい。 <laughs> いやいや門松さん全然いいよはい全然大丈夫です森本さん野田さんはい清水あいにちゃんはやっぱり良さ怒りいいと思いますはいレスポンスがいいこうパンッとあった時のこのボートのパンッレバーこうハンドル切ってパチッとあった時のこのコンって向きがいいだからこれいいと思いますはいまあまあ奥深いですねかがくさんもこれはい分かりますテルイさん今 うんだあれはちょっと無理やね回転数見えないですけど展示コース行くまではつけれるんですよエンジンのカウリングの右前にネジ2つあってそこパチパチと止めてコード配線を横からカウリングの中を通して、えー、配転車コード電気からコードが2本出てるんですけど日本のところにパチッとかますと回転を拾うんですよねでそれであの、まあ、僕,たち僕はほとんどつけなかったんですけど現役生活で4回しかつけたことないんかな それを見てこう、ピットで回して、例えばそれが4000回転で2のっちいあの、ね、レバーってね、1のっち、2のっち、3のっちってこうロックできるんですよ、カンカンカンって、ほんとに全速なんですよ。2のっちで基本的に3200から3300ぐらい回ってれば,ピットば、まあ、ピット離れまず遅れることないなとか、そこから2のっちぐらいからパーンと全速を握ったときにあの何回転回るとか、その上がり方なんですよ、ね。 シュッと上がるのはいいんですけどこうゴンと一回落ちて上がるのはダメとかでそれをまず調整して水面に出て音で聞いて目で見て数字見てどこでマックスになるのかそのマックスになるところが大事で、まあ、マックスじゃなくてマックス近辺になるところが大事なんですよねずーっと直線走ってて1コーナーの手前で例えばその7,000まで行ったところで仕方ないんでそれやったらスリットラインちょっとこういえたところで7,000いくのが理想なんですよね なぜかとというとその1コーナー手前なんからハンドル切ってるとこなんでそのところでマックス使ったところでいいとこエンジン使えてないでしょそれを見るために回転系っていうのを一応つけるんですけどそういうのはありますねでもそれは本番でなんでスタートエンジ軸前についてたら検査員さんが外してくださいって注意を受けますはいついてますから外してくださいねと慌てて選手は通るとはいそんな感じですね いじいさんの野えさん、うかいさんと仲直りしてところだけじゃん。<laughs> 俺は喧嘩はしてない。<laughs> 喧嘩もしてないしあの、全く違うところであの話がなくなっただけです。僕とうかいさんがやって話、僕は蹴ったわけでもないよ。<laughs> はい、やめてもらえる、そんなもん女帝の悪口言うたみたいな、やめてもらっていいですか、ほんと。怖いねんから、ほんま。やめてもらっていい、ほんま。えー、サブさん、はじめまして、はい、ボード屋さん、みんな。 左の僕も左の方が強いですね。これは分からないです。全員が全員そうか分かんないですけど、大体いい、うん、僕は左が強いです。右利きです、僕はでも。はい、でも、左の方が強いですね。みんなそうなんかな。50ぐらいじゃないかな、左が。50ぐらいだっ忘れたのも測ってないから。大和選挙さん、はい、ボートの扱いと女の扱い、どちらが難しいですか <laughs> 難しいこと聞くな、これ。何が正解なのな、これ、答え。 うま,いことうまいとこ聞くね、これ。ボートかな <laughs> ボートのが簡単かななんでやねん、お前。おかしいやろ。当てレバーってね、まあ、実物があればいいんだけど、レバーって、まあ、こっち側が固定されてるんですよね。こうやって。固定されてて、こっち側で押すんですよ、こうやって。こう押すんですよ。でこれをこう止めるのが当てレバー。カンと握り、こうグーパーじゃなしに、途中でパタッと止めるんですよ、こうやって。 こっち側が動くんですよ、ね、可動式なんですよ。で、これ固定されたところ、指引っ掛けてこう持ってるんですよね。で、これをここの土手でギュッと押すんですよ。ギュッと押して、こう止めるの。これが当てればです。でこれがなかなか難しいんですよ、レースで。当てて止めるっていうのがなかなかできない。ね。分かりました享帝王さん。大丈夫ですかうん。 そう市さん、隅ではダニーマークも、難しい、今日もあったでしょ、結構いろんな選手がバタ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 したでしょ、え中田ばさん、女子選手は体重がかわいいですが、強、は、風、い、だとやっぱりターンできないのこれ、なんかしにくいらしいです、この前、あの西坂さんと喋ったら言ってました、男子選手のほうが多分乗れますねって言ってました、なんかすごい影響あるらしいですね、体重軽かったら、はい、ちょっと待て、まさみ、野添さんなら女はちょろい緒で何を何をしてんの、俺のほんまに。 ちょっと待て。<laughs> まあ、おい、ほんまあ。<laughs> えー、恵美子さん、どっちも扱い難しみます。<笑><笑>いやね、正解。正解だと思います。組長ちょろい。やかましいよ、ほんま。はい。あ、で大丈夫でした京都洋さん。分かっていただけましたかね。はい。京都先生、船足が悪いので、操縦不能、どっちがしんどいですかこれ、操縦不能です。はい。 なぜかと言いますと、着順どとか言う前に怪我します、これは、操縦不能は。もう恐ろしくて、レースできないです。絶対できないです、もう怖くて。あのね、ほんまね、あ簡単に曲がってると思うでしょう、全然違いますからね、もうそこを分かってください、操縦不能って言ったら、ほんまタイヤ、タイヤの溝ゼロで氷の走るようなもんなんで、できます、車の運転、それ、いきなり大阪に雪が降って、アイスバーンになって、ノーマルタイヤで、あ、はいお前100キロで走ってこいって言ってるもんです。 で,で,できますこれこれがボートう操縦不のです僕もそういう経験車るまでありますけど本当それが操縦不のボートいレースできないでしょそれなら出てない方がまシしですはいまあそうですねあ小島であ大黒さんないはいしはあっらい損ねたそっかーまだ機会があったらねはい差し上げます 誰が札束でビンタすんねバカか <laughs>。漫画の見過ぎや、それ、映画と。省吾さん、当てればの握り方で、黒のミッションの半ラみたいな感じ。あそうね。そう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 。半ラです、半ラそう、半ラチみたいなものです。それ、まあ、半ラチの方が簡単やけど、なんちゅうったんかな。もっとシビアですけど、ニュアンス的にはそうです。 CJKG CJ さん、31日やっと進めていきますあ。ありがとうございます。嬉しい。大阪が実家でよかった。お待ちしてます。いてます、僕も。管理解除されますね。はい。あのトライアルの方は。はい。で、全件入ってきます。明日。はい。明日だから抽選結果が分かります。番組内でわ、あの、ほ皆さん、伝えできるとは思いますけどね。はい。 いいエンその人に合うエンジン合わないエンジンが多分ありますからね楽しみにしててくださいああ徳山で A じゃあグランプリああ行ってください行ってください王道坂もでいいですよ勝ちすぎさんはい皆さんこの喋りっぱなしでこんなの明日の展望いいの自然 <laughs> <laughs> ばっかりしてるけど明日いますはい行きます愛知ですから見ましょううわ、ん これカード怖えなこれね、この中で一番出てるのが上田さんですね、多分。で、前田さん、大滝さんもいい。これ西岡さんが、ちょっと今日は成績悪いですけど、伸びは伸びます。これ、多分全速でいったら。鷲見さんもぼちぼち。高畑もぼちぼちですね、高畑さんも。で、今日、僕、戦死したの嫌いなんで、あ嫌いっていうか <laughs>、ちょっと避けてるんで、あんまり。たまたま。 スタジオ行く時にあったの頭が高畑やったんですよね一人だけ「おあの添さん」言うから「おもう頑張れよ」言った頑張れます」ってでかい声言ってましたわ頑張ってくれると思います <laughs>、はい、2レースこれも一12号て出てるねここ勝浦さん勝たなダメなんじゃないですかこれ12号て出てますはいえ、次行きましょうクー ここは実森さんかなこれこれもよくしてましたよ後半はこれ1日さん出てます1日さん6があとはスタテンとかもろもろでまた判断しましょうか4ここはちょっとど,どっこいどっこいやなうのさんがちょっとちょっといいかなうんはいうんこれも 落ち合いどうすんやろ6コースでじっとしてんのかなまあこれもスタート展示見てからですけどここも前田さん怖いですよこれ伸びますよ初日46発進ですけどはい切間どっから開けると思います6これ出てますね2号手3号手5号手ここはエンジンメンバーすごい良いわこれいいなチャーターニシこれまあまあ真剣思いっきりってさてートい持たないですよ はい7、これもどっこいどっこいが日高さんがちょっと出足がいいかな伸び,伸び方か出足が、ね、ちょっとシュートして8はこれ中田さんですこれは多分逃げますこれ123が出てます1235まで出てますみんな出てますということは必然的にインが有利です原田がちょっと落ちますね 結果的に今日リングまで、あ、着順上がりましたけどこれ変えてない方が良かったんじゃないかなと感じ見た感じはねような感じは受けましたでもこれ中田さん多分これ必勝レースだなと思いますはいこれも清野さんここあレース1号でまあまあしっかりした入ってますねで1もこれ多分倉持さんですわこれも伸びてくる選手がいないんではい11位 12ここ11が日高足元は日高さんですけど佐々木さんも伸びるしねこれ清水々木さんも全速なら伸びるんで明日のスタート展示を見てその松本さんとか落合さんの気配を見てまた考えなきゃダメですね12はこれ渡辺さんですこれ逃げると思いますねあとは怖いのは中田さんここもね外箱いいもうみんないいなここは。 いいと思いますね。これ激戦ですけど渡辺さんと思いますね。え、何何何々、俺を俺のところで盛り上がったのちゃっと。えまあまあね。あ良よかったね、張文さん、31日当たったんですか。松本さん、悪くないですよ。はい。インドさんもいいと思います。野手さん、日高さん、優しいですよね。日高さん、優しいよ。なんで僕の名前悪口言ったことないですよ。 ゆうきちゃかわいかった <laughs> そうなんや <laughs> ああカ橋さんはあの最近ここ来たい、e、いエンジン引いてるんですよでも今回はちょっと乗りやすさ重視ですね足自体は大したことないです伸びていくわけでもなく下がるわけでもなくただ向きはいいですねボートのうんまあこれでいくんかな下ははいなんなんこれ 話をしてんいやいや俺のシールいくら払うっていうのはいらないですよまた声かけてくれたら差し上げますって何回言ってるんですかもうはいはいはいうんああまあ無理やさんね,一前ねえっとね待ってくださいね 高畑さんは前件よりだいぶ良くしてます。でも言ってもそこまで、そこまでです。普通、あって普通かな。だから本人、すごい不満だと思いますけど、前傾を思えば良くなっているとは思っていると思います。明らかにそれは思います。これね、ディオさんね、隅の絵が奇数点が出やすいっていうよりも、まあ、全国的にそうだと思いますよ。レーススタイルがそうなんで、1が回って、3が攻撃して、5がまくり出して、2が。 3を止めて刺して4は5を止めて刺してっていう作業になるんで基本的に135五ていう手目が出やすいんですよね153135315351とかねうん食いくら向こうはまだです明日ですはいそう明日全県よ いやこれサブさん、希望じゃないと思います。これ、あセンカのさじ加減だと思いますよ。うん、あのね、ユウエアさん、ボートの下はね、これぐらいの薄いゴムはありますけど、まあ、痛いです。<laughs> 痛い,、はい。痛いと思いますよ。何々、アンバさん、31日、ベイティーフードカーで、年越しそば作るの誰や、その、違うって言ってますよ、関係者が。 アキーのアキーが間違ってますけどねこれオネリシックスさんこれ6社の跡っていうのはもう帰ったらご飯なんですけどほぼほぼご飯食べずに即風呂行って1時間半ぐらいかな風呂サウナほぼサウナと水風呂だけですけど入って最後に水をかぶりながら体洗って出て売店の前でちょっと立ち往生してアイス食おうか悩んで結構食わないんですけど。 部屋帰ってもう泣いたあと歯磨いて寝ます一応 <laughs> はいで朝起きた腹減ったなと思って、まあ、牛乳とか飲んで、まあ、朝飯食おうか悩みます食わないです昼飯食わないです <laughs> その生活ですはい、まあ、全件死にそうなぐらい腹減ってます <laughs> 普段通りの生活一応指定しながら減量はしていきますけどもう急激に食わなくなるんでもう腹がもう背中ひつくんちゃうぐらいになってますそんな生活をやってました、はい やかましや、ほんま <laughs>。あ、俺作れへんよ <laughs>。俺を作るのは家だけです。天ぷらそば作るのは。はい。最後に告知いきます。はい。えー、初日。んこれ初日じゃないあ、今日か。初日じね。今日初日のこれ、カードのプレゼントですね。香川さんと中村桃さん。はい。この2名なってます。で、セミナーの公式アカウントの方からツイ、このツイッターね。ここね、引用リツイート。で、コメント欄に先ほどの。 あの野郎、ほんま、星のあが書けました。タカマックス、これ、びっくりマークいらないんでね、大丈夫です。タカマックスという書いていただいて、引用リついて、インリツイート引用ついしていただくと、応募完了。はい。で、それでですね、DM で連絡しますんで、拒否設定してる方とか、鍵開かの方は無効になるんで、まあ、その設定を解いていただく必要がありますね。あと、節冠投資で当選するのは1回のみです。もう当たった方は何回応募しても当たることはございません。 先週、はい、の牙を受け付けておりません、基本的には。あとあと行ってからのお楽しみです。あとまあ欠場、まあ、したりし、この後にね、欠場した人が出た場合は、その人のパネルないんで、対象外ですけどね、申し訳ございません。はい、ほんで、あ今日は、この放送が終わり次第終わりです。はよしなさいよ。ちょっとだけまた行ろうかな、あと1分。<laughs> あのもう本当、もうこれ終わったら、受付終了です。昨日はが30分余裕だったでしょ。 ないんですよ今日はもう鬼のような設定です設定一ですよこれほんまパチドリューはいえ最終日いきますあ待ってますはい俺、うん、に戻っとペラー調整、はい、はい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 まあそうねうん僕スミューシャーシャー行かないですはいなぜかあんま良くなかったんで <laughs> なんか22時前ぐらいな錯覚あこれいつもねゼミナールって言ったらだいたい9時からやってるでしょありがたいな7時前やもんね俺なんか儲けた気する俺ほんま <laughs> ねかといってやりませんよ延長は勘弁してよはいタカマックスだけではいはい釘島とパッチャンみたいでしょ正解もう切りますよ本当にもうもういいっすか応募できましたか俺矢印きたやんかそんな話しとったら これ矢印来たんもんね、設定オール一ですと本当。まあでもまあから節貫投資あのアクアライブも立山先輩と節貫投資やります。ゼミナールも節貫最終部やります。ぜひぜひあのね皆さん楽しんでいただいていい年こ年越しができるように僕たちもねいい情報を届けれるように頑張りますんであのぜひ見てください。よろしくお願いします。では明日また会いましょう。さようなら。バイバイ。